はい、お疲れ様です。のぶっちです、今回はね、ちょっといろんなちょっとね、プレイをちょっとしていきたいと思います。まあ、要はその、練習風景って感じですね。まあ、今その、ストライプが入ったので、ちょっとストライプをちょっと狙っていきたいなと思います。まずはその9番、14番に当てて、サイド。狙いたいんですけども、これはちょっと後追いで9番を入れないといけないパターンですね。なので、9番が押しの回転がかかっているような状態ですね。9番に当てて9番が前に進んでくれる。こんな感じですね。そうですね。なるほど。これ11番ですかね。キャプチャーボードでね、ちょっとやってるのでね、多分これ薄ピンクですよね。なんで11番だと思うんですよ。なので、11番狙った後に12番に出す。まあ引き玉で出してもいいんですけど、ちょっと大げさにつきましょうか。大げさにバーンとついて、ジャーンといきましょう。まあ、ひねり多めですね。ひねりで返してあげる。おー、怖い怖い。見えてるのか？見えてましたね。12番、ついた後13番ですよね。紫ですよね。12番狙った後に、ちょっと見えづらいな、やっぱり。まあでもちょっと頑張ってきますよ。12番狙って、ひねって、手玉をこっち側に返していきたいと思います。こっち側じゃわかんねえよ。まあ、右ひねってクッションに入って、右に出るような感じですね。ですね、13ですよね。13、14。まあちょっと厚みをちょっと利用させてもらって、で、ですね、どうしようかな。まあ引きの回転が残るような突き方ですね。わお、怖い。で、14番入れた後に1番に出さないといけないな、これ。どうしようかな。ギリギリですね。まあでもクッション先に入るので結構ひねりが加わるんですよね。力加減ですね。ああ、当たっちゃったー。ごめんなさい。ですね。1番ですね。まあ、ちょっとインチキ臭くなっちゃいましたけど、1番をコーナーに狙いつつ、そうですね。力加減で、2番を取りに行きたいと思います。ちょっとイメージと違ったかな。そうですね。では、2番を薄めにコーナー狙って、3番だよな。まあ、ひねりでね、ちょっと我慢していきたいなと思います。こうか。いやー、やっちゃったー。どうしよう。まあ難しいんですけども、どっちがいいかな。
2クッションで3番をちょっと狙っていきたいですよね。そうですね。2クッションでちょっと狙っていきたい。タン、タンタン。もうちょっとか。飲むか。で、2クッションですね。ちょっと強めに。おお、いけましたね。これはもう5を習っていかないといけないのかな。ちょっと狙っていきましょうかね。ワンツー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 、ひねりすぎダメだな。5番をやっぱりコーナーに取りたいなと思うので、イメージタンクッションに入ってからですね。こうしましょうかね。あ、強いな、強いよ。ダメだな、申し訳ない。まあちょっとね、一発撮りなのでね、こういうミスもあるとね、皆様申し訳ない言い訳です。ですね、7番狙っちゃおうかな。まあとりあえず5番を狙いつつですね、5番をコーナーに狙って、5番をコーナーに狙ってこんなもんかで狙っていきます。5番入んない、失礼しました。じゃあ6番ですね。こう狙っていきますか。こう狙っていきましょうかね。でどうなるんだい、それは見てのお楽しみ。まあまずまずですね。今度は6番、6番を狙いつつ、ひねって回していきましょうかね。まあどうせなので、これ完全にくっついてるんじゃないのかい、クッションに。そうみたいね。あんまり激しくつけないわんっていうショットなので、まあ普段だったらね、超で向こうのターンって入れて、まあひねりで出すんですけども、今回ちょっと引きひねりでちょっと出していきましょうかね。まあクッションに入ってね、あの引きが必ず残ってるようなつき方ですよね。わお。インチーキ。まあとりあえず8枚入れて終了します。まあね、何点だろう、何点かそのインチキ臭かったですけども、まあね、いつもまあ普段通り練習してるような感じですね。まあいろんなねショットをそのしていくと面白いと思いますよ。では、ビリヤード、まあ練習編ですかね。順番通りについていくっていう感じで、次のネキストを意識する。ちょっとね、言ったような感じにならなかったら大変申し訳ないんですけど、今日は以上です。勘弁して。ありがとうございました。野口でした。お疲れ様です。じゃーい、じゃーい、お疲れ様でした。